最終的には5番森からの人気にどうやらなったようです。5番の森から6番西原、そして3番松崎の人気5秒を切ります。スタートまで残りは3秒です。7レーススタートしました。4番の中村が立ち遅れて、さらに1番タレントを抱えて、2番の鈴木、さらに外から3番の増崎が先行していきます。さらに外からは5番の森もやってきまして、6番の西原3番手、この3人がまずは抜け出す形になりました。2番の鈴木が4番手から内側立て直して3番手を伺う。その後ろからは8番二村も5番手。レースは後ろに入ります。3番の増崎が先頭です。5番の森が増崎との差を詰めていきます。肩を並べるところまでやってきました。外から今度は内側にコースを切り替えようという5番の森なんですけれども、もう一度外に行きます。3番手やや離れて6番の西から、その後ろからは2番の鈴木と8番二村も4番で立て直してきました。さらには7番の山田が続いていきまして、バックストレッチに入っていきます。前は3番の増崎です。そして3番手6番西原に対して8番二村が追いついてきました。まくって3番手並走です。残り3周、しかし先頭は3番の増崎、もう一度リードを作ります。2番手5番森に対して3番手争いを制した8番の二村が迫る。その8番の二村が前輪かけるかどうかのところまでやってきました。中盤から追い上げてきたのは8番の二村で、残りは2周です。先頭3番の増崎です。2番手が5番の森と8番二村での競り合い、そして6番の西原3番手、なんとか2番手は5番の森がキープしています。その後ろには2番の鈴木、そして7番山田、4番中村、ラストが1番の春本。さあ内側にコースを切り替えた。8番の二村が切り返していく。残りは1周、2番手変わるかどうか。8番二村が内に完全に入ってきたんですが、外からもう一度5番の森がかわしに行き、さらには3番の増崎まで迫っていく。3人が一団となって4コーナーから最後の直線に入る。3番の松崎粘る、5番の森が最後まで詰め寄りますが、どうだ、残ったかどうか。第7レース2連単は3番5番1470円、2連複3と5の組520円、3連単3番5番8番は11,120円、3連複3と5と8の組1890円。